ちゅうか、つけ麺ですか。それでいただきます。今日は贅沢賞 14%。この地上のが卵焼きです。珍しいね、卵焼き。ラーメンうまい。サウスラーメンもつやつやいいんですけども、こういう生麺タイプ、やっぱこっちの麺がスースーシコシコしてるな。厳しいですよね。こっちは普通に食べても向こうにはニンニク臭い匂いがはっきりしますからね。最近続いてる昭和シリーズ、まだちょっと喋ってみましょうか。中学校の3年生の時でね、僕も部活してたんですよ、バレー部で。で、4時読み終わって、で放課後練習するんですけども、弁当持ってきて、こうして食べるんですけども。
で、近所に雑貨屋があったんですよ。そこでみんなカップラーメンがあって、お湯入れまして、で、まあ、弁当と一緒に食べてね。何も悪いことするのも来ないんですけど、名前で呼ばれて、並ばされて、お前ら、そこで今日カップラーメンがあったろって言うんですよ。はい、わかりました。いきなりね、見出しの人がバーン、バーン、バーンってぶつかるわけですよ。ね、何でしょう、もちろんね。僕の隣の後部と鈴田様、後頭部が、ね、伸びてる兵士みたいなやつなんですけども、バーン、バーン、バーン。バーン、そしてどうしよう、バーン、ゴーンって言って、後ろの雨通りの鉄のパイプに頭をぶつけましてね、バーン、バーン、バーン、ブロン、バーン、バーン、バーン。おかしくて、笑おうと思ったよ。先生が笑ったら怒るだろうと思って。生活の普通になって小学生時代ですよね。僕らの小学校の時、学校の中でおもちゃの火薬でバンバンバンってなるおもちゃありますよね。それを学校の中でバン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 ってなってもんだから、教師に、担任教師に呼ばれて、その時も5人ぐらいじゃんかな。バン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 ってどっちかって、もうめちゃくちゃなんですよね。で殴るわ、部屋で飯食うわ、タバコ吸うわね、優勝カップの小さいやつみたいなのがあって、そういう灰皿代わりにしましたね。今の教育では絶対ないことですよね、そんなの。まだ俺その時5年生でしたけど、今日はまあクラスのお届け物っていうか、まあ、クラスの中心にいたんで玉垣を手なずけておけば授業もうまくいくんじゃないかなと体が考えてるじゃないですか。それから学校もんのエロ写真とか DVD で好きになっちゃうな。それでぞ何かやったわけじゃないですよ。はい、わかりましたみたいな返事で終わったんですけども、やってますけど、別に暇じゃないです。今日はね、
心不全の同居の治療中なんですけども。詳しくは次第なんで。